お疲れ様です。みんなの銀行の妄想シリーズなんですけども、あの紹介コードをね10個ぐらいこうちょっと借りてきてね、このうちのどれかを入力してくださいみたいなね、まあそんな立て付けでやってる人がどっかの世界にいるかもしれないですね。どっかの世界にね、まあだからこうこれ実際するかどうかは別にして、こういう発想を常に持っているかどうかじゃないかなと思うんですよ。一つのビジネスモデルがありました、それをいかように変化させてね、千変万化させていくかっていうところが、まあ、オリジナリティになってくるし、そのビジネスをねこうストップさせずに終わらせずに次の展開に向かわせるってものだと思うんですよ。だから教わった通りに丸ごとやるっていうのは確かに最初は必要なんですけども、そこで留まっていたら案件がなくなった瞬間に終わってしまうんで、案件がなくなってもできるように、まあ、進化させていく、自分の中で熟成させていくのが、まあ、まさにね熟成たるものの使命ではないかなというところで、いってらっしゃい。